スーパー移動風呂セット。肌にいいんだって。じゃあスベスベになれちゃうね。楽しみ。この音落ちましたよ。どうもありがとう。いえ、もうちゃんとしてよ。今から温泉に行くのね。いいな。しずかちゃん温泉行きたいの？そうね、温泉。景色のいいところでゆっくりお風呂に入ってみたいかな。景色のいいところでお風呂ね。そんなところにしずかちゃんを連れて行けたら喜ぶだろうな。そうだ、これなんかどうだろう。スーパー移動風呂セット。何それ。そう、のび太くん、試しにお風呂に入ってみて。え、お風呂。これでよし。うちのお風呂に入ってどうしろっていうの。面白くないよ。普通のお風呂にこのスーパー移動風呂セットを取り付けて、この赤いボタンを押す。これで世界の絶景ポイントが一目でわかる。絶景ポイント？最高に景色のいい場所ってことだよ。さあ、試しにどっかタッチしてみて。じゃあ、アフリカ。え、何？戻ってくるときは青いボタンを押してね。
これね。押したわよ。しずかちゃん？大変だ。おまかせコースを選んじゃった。おまかせコース？世界中の絶景ポイントを30秒ずつランダムに回っていくんだ。なんだ、楽しそうじゃない。設定を解除しない限り永遠に回り続けるんだよ。だったら解除すれば。解除したくてもしずかちゃんが今どこにいるかわからない。方法がないんだよ。っていうことは、しずかちゃんに出会えるまで世界中を回るってこと？まあ、ここにはいない。次行こう。ちょっと、何ここ？まさか、ナイアガラ。思うの？ニューヨークだけに。ニューヨーク！のび太さん、ノラちゃん、しずかちゃん、本当にいたんだ。早くしないと次のポイントに行っちゃうよ。絶景だけど、絶景すぎるよ。はい、次。しずかちゃん、いない。本当に中国に来てるのかな。ここは広いからね、絶景ポイントがいくつもあるんだよ。だいたー。あ、わわ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 
まずい、もう移動始めてる。こうなったら人間ロケット砲。さあのび太くん、これに入って、黄色と青色のボタンを同時に押せばお任せコースは解除できるから。行くぞ。ちょっと目標静かっちゃん、のび太発射。名前でしょ。お好きにどうぞ。いいかい君たち、今から僕のことは社長と呼ぶんだぞ。社長、社長、社長、社長。気持ちいい。では君たちに最初の仕事を命じる。冷蔵庫からジュースを持ってくるんだ。おい、社長の命令が聞けないのか。のび太くん、社員は社長の頼み事を聞くためにいるんじゃないよ。仕事をするためにいるんだ。なんだ、つまんないの。で、のび社はどんな仕事をする会社なんだい？仕事？僕は社長になりたかっただけで仕事なんかしたくないよ。何言ってるんだ！社長は会社を経営して社員を養う責任
めんどくさいな。だいたい経営って何をすればいいの？例えば自動車会社なら自動車を作って売ったりするだろ。そっか、どんな仕事が儲かるかな。のびちゃん、宿題はやったの？まだなら早くやりなさい。ママは買い物に行ってくるからお留守番お願いね。社長の僕が宿題なんて。そんなことより仕事を。あ、そうか、宿題か。宿題がどうしたの？いいこと思いついちゃった。こにゃ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 。よろしくね。社長、社長。お、できたみたいだな。どれどれ。宿題サービス？小学生の皆さん、宿題に悩まされていませんか？のびちゃはそんな皆さんの悩みを解決します。1回10円。どう？いいアイデアだと思わない？ダメだよ。宿題は自分でやるもんだろ。だいたい宿題は誰がやるの？そりゃうちの社員だよ。無理みたいだよ。そんな。まあ、バカなこと考えないでちゃんとした仕事を始めなさい。そうだ、いい手があるぞ。さあ、できた。休憩したら次は国語だ。じゃあこの広告をみんなに配ってくるんだ。一人でも多くお客さんを集めるんだぞ。はい、よろしく。はい。宿題サービス？でもやるのはのび太だろ。誰も受け取ってくれない。信用がないんだな。さすがに出来すぎの答えだとは言えないしな。よし、じゃあ今回だけはサービスにしよう。答えが合ってれば信用もつくだろう。もう一回これを配ってくるんだ。今度は答えも一緒にね。あ、出来すぎと静香ちゃん家には行っちゃダメだよ。のび太、いや、我らがのび太社長。社長、すごいよ、のび社の宿題サービス。昨日の宿題の答え、兄ちゃんに聞いたら全問正解だったよ。本当？はあ、なあ、のび太社長、僕も宿題サービスお願いしたいんですけど。俺もまた頼むよ、のび太社長。前払いで10円だけど。いいよ。おう、のび太。いや、はや、のび太さん。のび太、聞いたぞ。宿題サービス。宿題サービスって？うわー、いやいや、なんでもないよ。なすねよ。そうそう。全問正解だったって聞いたけど、どうやったんだよ。それは企業秘密だね。なんでもいいや、のび太、俺も今日から頼むぜ。1回10円だけど。いいよ、1週間分前払いでも平気だよ、僕。僕も。なんかうまくいっちゃった。いやー、社長って結構簡単だな。この調子でどんどん儲けるぞ。こらダメだよ。家はこっちだってば。これだ。すぐにチラシを配って仕事を取ってくるんだ。今度は何なの？お散歩サービス？僕って社長の才能があるみたい。どう？目の付けどころが違うでしょ。あれ？それは？ああ、どんどん手を広げるよ。トイレ掃除に皿洗い、庭掃除。こんなにやるの？ああ、さあみんな、じゃんじゃん働いて、じゃんじゃん儲けるんだ。ハハハハ。
って弁償してたらちっとも儲からないぞ。まあまあのび太くん、そんな怒らなくても、割れたお皿は僕が元通りにするから。ドラえもんがそこまで言うんなら今回だけは多めに見よう。のびちゃん電話よ。ちゃんと仕事しないと次は首だからね。首。もしもし。宿題の答えがまだ届いてないって。おい、宿題サービスの係は何してるんだ。宿題？まだそんなことやってたの？いや、ほら、ちょっとした家庭教師みたいなもんだよ。もうとっくに答えを移して配達する時間だぞ。おい、誰も読めたの？まったくみんな、何やってるんだ。あー、病気で寝込んでるだなんて。そんな、謝って注文を断れば。ダメだよ、先にお金もらっちゃってるんだもん。こうなったら全員手分けして宿題を終わらせるんだ。早くみんなを呼んで。あれ、ちょうどよかった。命令だ、みんなで宿題を終わらせるんだ。なんだよ、早く仕事してよ。無理だよのび太くん。社員たちはのび太社長の早期退陣を求めるって言ってる。退陣って？社長辞めろってことだよ。そんな。どうやら彼が新社長みたいだね。じゃあ僕は？ヒロ社員ってことだよ。さっさと働けって言ってるよ。さて、カブトカミ、カブトカミ、宿題全部間違いじゃねえか。帰れ、そうじゃ。飛び出しは、あら、ドリベロ。そうやだ、もう社長なんてゴリゴリだよ。僕のものは僕のもの。いや、お前のものは俺のものだ。